飯坂温泉駅は、福島県福島市半坂町あざ15下にある、福島交通、飯坂線の駅である、道線の終点。使用開始直前の新ホーム駅舎1908年から1967年には、当駅から徒歩5分程度のところに、福島交通半板道線の湯野町駅が存在した。ホーム社員配置駅で、二面一線の東端式ホームを、持つ。 地上駅になっている。1982年の駅舎移転までホームは2003面であった。通常は福島駅に向かって左が校舎用、右側が乗車用として使われるが、当期は乗車、校舎とも右側のホームを使用する。駅舎は重公共を渡る道路と飯坂線と並行して走る道路の交差点に面して建てられている。駅出入口付近には、 コンビニエンスストアのファミリーマートがある。ホームや改札口、駅事務室は入り口から階段で降りたところにあって、ここには待合室や自動券売機も設置されている。発着時以外は原則として改札内に入ることができない。列車の停泊はなく、桜水駅まで戻る。2010年度の乗車人員は433人であった。近年の1日平均乗降 乗車人員は以下の通り、欧州三名島の一つ、飯坂温泉の玄関口。駅のすぐ横をすり上川が流れており、駅前には銃公共がかかっている。駅前にはタクシー乗り場や旅館の送迎バスなどの発着するスペースがある。駅北側に飯坂温泉駅停留所がある。駅から約300メートルの駅東側のすり上川を渡った先にある。 湯野駅停留所からは、福島交通の建て経由、湯野線が運行されている。ありがとうございます。